皆さんこんにちは、フジロクです。今回は台湾カステラを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、湯煎にかけていきます。このボウルの中に入っているのが太白ごま油、バター、バニラ、蜂蜜ですね。台湾カステラって基本的に油のみ入れるんですよ。でも普通に考えて太白ごま油だけが美味しいかって言われたら絶対美味しくないんで、私はこんだけ美味しい食材を入れました。はい、それが溶かして、できたらですね、このように粉を入れていきます。こちらの粉もですね、普通薄力粉のみなんですけども、強力粉入れております。強力粉を入れることによってですね、ちょっと割れにくくなります。はい、で混ざったらですね、こちら牛乳を入れます。で牛乳の中にこちらバニラを入れております。はい、バニラのオイルですね。バニラビーンズのペーストも使うし、バニラのオイルも入れております。とにかく台湾カステラって結構臭いんですよ、卵臭くて。なのでバニラは必須です。もう本当にバニラは絶対入れた方がいいので、バニラ入れてます。でこれができたらですね、この中に卵黄を入れていきましょう。卵黄はこのように数回に分けるといいですね。はい、こんな感じで混ぜていきます。まあこれぐらいに混ぜていく感じでね、見てると簡単だと思うんですけど、めっちゃね難しいんですよ台湾カステラ。割れてしまう人もいるし、逆にすごい膨らんでね、しぼんでぺっちゃんこになる人もいるんですけど、大事なポイントはね、ここね結構あったかい温度でやってます。はい、温度なんですけど、湯煎に当てるっていうのがすごく大事なポイントですね。はい、湯煎に当てて、なるべく卵黄生地をあったかくしておくっていうことがポイントです。でこの後メレンゲを立てていきます。でメレンゲを立てるときは、きび砂糖で今回立てております。グラニュー糖にするとやはりね、こうちょっとこうシンプルになりすぎて、やっぱりコクがないので、きび砂糖とかブラウンシュガーとかがいいですね。黒糖まで行きすぎるとちょっとやりすぎなんであれなんですけど、きび砂糖だったりとか、まあちょっといい砂糖であるんだったら、ちょっとカソナードだったりとかメープルシュガーとかいうのも使っても絶対美味しいと思います。その分ちょっと失敗しやすくはなるんで、まあまあその中間とってきび砂糖かなと思います。はい、で、卵、卵白ですね、この中にきび砂糖を入れるんですけど、茶色い砂糖系は結構ね泡立ちが悪いので、あと溶けにくいので、結構砂糖早めに入れてます。今回は3回に分けて黄身を整えて、綺麗な、はい、メレンゲを作っていきます。こんな感じですね。ぐる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 っと周りのものを落として、真ん中をゆっくり持ち上げて、角が軽くお辞儀するぐらいです。はい、こんな感じ。外のメレンゲもちゃんとしっかり混ぜて、真ん中をピッ持ち上げてください。もう一回いきましょう。ぐる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 っと混ぜて、真ん中をピッ持ち上げます。角がなんかね、こんな感じ、ちょっとピコッとこうお辞儀するぐらい、これで完璧です。はい、そしたらこの卵黄の生地の方に入れていきましょう。卵黄生地の方にこのように入れていきます。3回に分けていきましょう。はい、3回に分けて入れていくんですけども、泡立て器でこのように切るようにして混ぜていきましょう。ゴムベラだったらちょっと混ぜにくいですね。で泡立て器で混ぜるんですが、メレンゲが混ざりきる一歩手前で2回目のメレンゲを入れていきます。こんな感じで切って切って切って、はい、回しながら切る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 、で混ぜて、そしてメレンゲが混ざりきる一歩手前で次を入れていく。ここね、かなり手早くやっていってください。台湾カステラのポイントはですね、こう温かいまま入れていくっていうことですね。すごく巨大な生地なんで、膨らみがね悪くなってしまうと割れるんですよ。生地が冷えて膨らみが悪くなるみたいになっちゃうので、こう湯煎当てた温かい生地、そしてメレンゲ合わせて、ちょうどこうね、まあ、大体人肌ぐらいの生地が目安ですね。この時の温度が大体人肌ぐらいですね。はい、最後はゴムベラで混ぜていきます。泡立て器だとどうしてもこう下の方が混ぜムラがね残ってしまうので、ゴムベラで布地で綺麗に混ぜていってください。こんな感じで混ぜて、結構トロトロ系の生地です。結構サラッとしてます。サラッとしてトロッとしてますね。こんな感じのゆるい生地になっております。混ぜすぎも、はい、気をつけてください。でこれを18センチのスクエアの型に流しておきましょう。18センチのスクエアの型ですね。これにクッキングシート引くんですけども、高さ結構高くしておいてください。めっちゃ膨らむんで、生地漏れてしまうとね多分ショックだと思うので、
はい、この肩から何センチ出てるの、5センチ以上は多分紙をね出した方がいいと思います。でこの肩に流します。で全部流れたらこんな感じ、ゴムベラでくるくるくると表面混ぜてあげてください。ができましたら湯煎で残ってると思います。そのお湯で構いません。はい、そのお湯を天板に張っていただいて、そして今回はなんとねスフレチーズケーキみたいに湯煎で焼いていきます。はい、湯煎でおよそ1時間です。150度です。結構低温、150度で1時間焼いたらこんな感じで焼き上がります。はい、こちらですね、完璧に綺麗に焼けると表面も割れません。これを目指して皆さんも頑張ってみてください。さあ、それでは今からですね、もう映えのタイムになります。はい、もう今まで動画はねこう作るとか教えることを意識して撮影してたんですけど、今回はもうねとにかく映えたかったんで一眼レフカメラでね撮影をしております。今からですねもう本当にこうみんながわーってなるような動画だけお届けしていきます。はい、かわいいでしょう、すごくふわふわしてるでしょう。はい、今から4回プルプルしていきます。まずは1回目、はい、こちら次2回目、正面からですね。はい、なんでこんなにプルプルするのを癒されるんでしょうね。はい、こんな感じ。はい、次斜めから、はい、プル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 。はい、次最後に真上からプル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 。これしながらねちょっとねスタッフで後でクスクス笑ってました。こう可愛らしいでしょう。はい、ではカットしていきましょう。はい、こんな感じでね切ってください。もう熱々がね本当に美味しかった。なんか冷やしても美味しいです。もちろんね火が経ってしっとりしてこう食べるのも美味しいんですけど、もうぜひ熱々食べてみてください。すっごく美味しかったですよ。はい、こんな感じで4等分で切ってみました。ふわふわです。じゃーん、見てきめ細かいでしょ。もうね結構ねこだわって作ったんで、もう他の台湾カステラのレシピをもう私何回もいろいろやったんですけどね、ここまできめ細かくってなんて言うんだろうな、シュワッと溶ける、本当にチーズケーキに近いです。はい、カステラはね多分ねなかなかないと思います。もう本当にね時間かかりました作るのに。咲いてみましょう。見て見て見て、みんなこれほら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 、この断面見て、最高、かわいいね、君かわいいね。はい、ということで台湾カステラができました。はい、見てくださった皆さんありがとうございました。はい、こちらねちょっと残念ながら配合を教えることはできないんですけども、概要欄に詳しく理由を載せてるのでよかったらご覧ください。ということで最後まで見ていただいた皆さんありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、そして SNS フォローもよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。